マリエンベルク要塞アルテ・マイン橋とマリエンベルク要塞、シェーレンベルク・モンマリエンベルク要塞は、ドイツ・バイエルン州のウンターフラン県行政管区、ビュルツブルグにある要塞である。マリエンベルク要塞とも表記され、ウンターフラウエンベルク要塞の別名がある。マリエンベルク要塞は、マイン川左岸にある、川から約100メートルほどの高さのある丘に位置している。西側は、 この丘に面している中で唯一平坦になっている場所である。北側には1990年の地方、庭園博覧会に際して造営された庭園が広がっている。他の2面はドウ畑になっており、東側は小さな斜面になっていて、南側にはインネレリストと呼ばれる斜面になっている。ケルト人の時代にはすでにこの地は要塞となっており、 またフランク人が6世紀に移住してくるまでは、礼拝所として用いられていた。8世紀の初め頃には、ビュルツブルグ最古の教会である聖母マリア教会が、ビュルツブルグの死去が当初埋葬されていた場所に、成立しており、これは当時の墓石が証拠となっている。マリエンベルク要塞の下、マイン川の谷には、この町で最古の教会である聖、ブルカート教会がある。 要塞は、歴史上何度も作り直されてきた。残存している、最も古い部分は、聖母マリア教会の部分で704年頃のものである。1200年頃、首都や、深い移動を備えた城の設備が、コンラート・フォン・クエルフルトの宮殿に建設された。1253年から1719年まで、マリエンベルク要塞は、ビュルツブルグ市教の館であった。 農民反乱の鎮圧の記念日ドイツ農民、戦争中の1525年、マリエンベルク要塞は攻撃を受けたが、不成功に終わった。テューンゲンのコンラート2世の支持者たちは、他のビュルツブルグ司教区が反乱軍によって荒らされ尽くしている中で城の一部に止まり続け、シュバーベン同盟軍と逃亡から戻ってきた司教の軍隊が統制に劣る。 農民軍を軍事的に打ち破るまで牢状を続けた。反乱を起こした農民軍はビュルツブルグの門のところでひどく打ち破られた。農民軍の方以下の要塞の指揮官は聖堂参事会員で辺境白のフリードリ・ヒフォンブランデンブルクであった。彼は18部隊を指揮しており、それぞれのレベルに応じて要塞の各所に配置された。さらに彼自身が戦術予備を率いていた。 兵士たちは、ちょうど、ゼバスティアン・フォン・ローテンハンによって、ベルネック、ローテンフェルス、ホンブルク、カールスブルクの各城から集結してきたところであった。合計で400人ほどが、要塞におり、そのうち240人が武装していた。主要な人物としては、カステル伯爵のグラーフ・ボルフ、司教座制動参事会員のハンス・フォンリー・ヒテンシュタイン。 同じく司教座聖堂参次会員の、メルヒオールツ・オベル・フォン・ギーベル・シュタット、ハンス・フォン・グルム・バッハ、オット・グロース、ジーグムント・フックス、ハインツ・フォン・シュタイン、ボルフ・フォン・フル・バッハ、マーテルン・フォン・フェステンベルク、ベルナー・フォン・シュテッテン。セバスティアン・ガイアー、ローレンツ・フォン・フッテン、ベンデル・フォン・リヒテンシュタイン、アンドレアス・シュタイン・フォン・アルテンシュタイン、ゲオルク・ベムクリンガー、バーテル・トルクゼス、 ゲッツ・フォン・トゥーンゲン、フィリップ・ベルンハイマーが挙げられる。作戦会議に参加したのは、ゼバスティアン・フォン・ローテン・ハン、フィリップ・フォン・ヘルビル・シュタット、オイ・シュタ・ヒウス・ウント、ベルン・ハルト・フォン・トゥーンゲン、カール・ツェルナー、フリードリヒ・フォン・シュバル・ェンベルク、ハンス・フォン・ビブラ、ジルベスター・フォン・シャウムベルクであった。他に、デション・ヨハン・フォン・グッテンベルク、コンラート・フォン・ビブラ、 他のビュルツブルグの聖堂参事会員らもいた。マリエンベルク要塞の斜面にあるテルシュタイゲには小さな記念碑が建てられており、多くの農民とその願いを強くしている。ティルマン・リーメン・シュナイダーは市議会議員であったにもかかわらず、農民軍の立場を支持し、このために6週間に及ぶ反乱が鎮圧された後にマリエンベルク要塞に拘束された。 グレッセン合戦にある歴史的な宿や、ホーフツムシュタフヘルは、その当時、反乱側の市民や農民たちの集合場所となっており、目印にするためにモーニングスターを、宿の象徴とした。1572年の火災が、要塞の一部を破壊した後、1573年から、新しい領主主教のユリウス・ヒターフォン・メスペルブルンは、その当時の様式である。 ルネサンス式の要塞への改築を推進した。30年戦争では、スウェーデンのグスタフ・二世やドルフが1631年10月18日に、この要塞を征服し、その後に部分的に拡張を行った。帰還した司教たちが、スウェーデン軍を追い払った後、要塞は、バロック建築に改造された。領主司教のヨハン・フィリップ・フォンシェン・ボルンと、その支持者たちが、 さらなる要塞化と多くの砦の建設を進めた。合計で12マイルに及ぶ城壁が建設された。これに加えて、木内の首都のそばに、105メートルの深さの井戸を内部に、備えた建屋が設けられた。フィルステン庭園は1700年頃に、現在の形となり、マシクリ島は1724年に建設された。 1866年の広島戦争中のマイン戦役では、バイエルン王国軍が使用していたマリエンベルク要塞に、プロイセン王国軍が砲撃を加えた。これにより、マリエンベルク要塞は激しく炎上したが、バイエルン王国軍の要塞砲兵は、効果的に反撃し、砲撃開始と同日の休戦協定発行まで持ちこたえ、要塞は陥落しなかった。 第二次世界大戦中、1945年5月16日のビュルツブルグ空襲では、要塞は大きな被害を受け、1950年に再建された。マシクリ島この要塞のある丘は、紀元前1000年頃にはすでにケルト人が住んでおり、6世紀頃にはフランク人が支配していた。聖母マリア教会は706年頃に建設された。 メロビング朝陽式の円形の建物で、後に何度も建て直されるが、ドイツでも、最古の建物の一つである。この教会は、城の内庭にあり、同じ内庭には中に、井戸のある八角形の建物と、1200年頃に、建設された丸い主塔がある。司教のクエルフェルトのコンラート一世は、その頃要塞化を開始した。内を囲む部分には、南東には、 太陽の塔、北東には聖母、マリアの塔、北西には聖キリアンの塔という三つの塔が設けられた。聖母、マリアの塔の上には、マルクト広場の聖母マリア礼拝堂の塔にあるのと、同じ聖母、マリアの交際付きの絵が置かれている。シェーレンベルク門を通じて内庭に入ることができる。1500年頃には、司教館の中の司教の部屋への階段として、 ビブラドレッペという階段が建設された。1572年から、領主司教のユリウス・エヒターフォン・メスペルブルーンが、ルネサンス様式に新築、改築を行った。要塞の外側の庭には、兵器庫など他にも多くの建物がある。要塞は、多くの塔と門に囲まれているが、南側のドウ畑の中には1728年に、バルタザール・ノイマンによって建築された。 マシクリ島という4層の砲台がある。マリエンベルク要塞の眺めという名前のエーリッヒヘッケルによる絵は要塞の珍しい展望を描いており、ビュルツブルグのクルトゥアーシュパイハー博物館で展示されている。マリエンベルク要塞には現在、マインフランケン博物館と領主館博物館が置かれている。ありがとうございます。